皆さんこんばんは、森蔵です。今日はですね、レッドビーシュリンプ水槽の水草をなんとかしたいと思います。レッドビーシュリンプ水槽、この下の段の真ん中になります。30センチのハイタイプ水槽なんですけど、エビ踊りチャンネルさんとコラボをしていて、エビ踊りさんが30センチキューブ水槽なので、こっちもそれに合わせて水位は低くしています。エビ踊りさんから届いたエビにですね、モスをたくさんつけてくれていて、そのモスをですね、今適当に定床の上にばらまいてるんですけど、これを流木にくくりつけていきたいと思います。使う流木はこの3本にします。こういうモスをですね、ウィローモス、こう細かく貼り付けていって、でこのモスコットンという、糸ですね、糸でぐるぐる巻きつけていって、糸でくくりつけて、こうやってはみ出た部分をハサミで切っていきます。こんな感じでは水槽に入れたいと思います。ここからはですね、エビの映像をお楽しみください。エビ踊りさんですけど、多分トップグレードのエビを分けてくれはったんだと思います。グレードの見分けよくわからないんですけど、皆さんおっしゃるように赤が濃い、あと侵入禁止ってやつですか、尾っぽのところに赤丸に白い横線が入っていて、交通標識の進入標識みたい、進入禁止みたいに見える柄ですね。それを送ってくれはりました。で、この間エビ踊りチャンネルさんが出された水槽は結構苔が生えてたんですけど、あれ多分照明をたくさんつけてはったんでしょうね。まあエビの餌にするために苔をわざと生やしてはったんだと思うんですけど、僕のこっちの水槽は照明をしてなくてですね、苔まみれになるかなと思ってたので、エビにとっては餌が少ない状況になってます。だから、どっかのタイミングで餌を入れないといけないのかなと思ってます。で、餌に関してもですね、エビ踊りチャンネルさんが餌を送ってくださっていてですね、その紹介もそのうちしたいなと思います。で、この水槽の照明なんですけど、これから増やそうと思ってます。今パワー JEX のパワー3を1本でやってるんですけど、2本に増やして、苔の増え方をその増やそうと思ってるんですね。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。